さて始まりました、アマティスチャンネルです。はい、今緊急で動画撮ってるんですけども、さあ、今回ですが、まあ前回というか、まあそっか、前回してもサブチャンネルだったわけですね。サブチャンネルでね、まあ藤川さんのね、撮影、本当はする予定でね、もう動画は出てるはずだったんですけど、そうね、撮影に来なかったんで、撮れなかったんですが、はい、まあいろいろとね、発表したいことがあるんですという感じだったんですが、まあいろいろやるにあたって動画を撮りたいってことだったんですが、まあ端的に言うと、まあ復活しますと。いうことだそうです。まあなんかね、休学するとは言ってたけど、まあその辺のこともどうなったのかは、まあ本人直接会って聞いてみたいと思うんですが、ちょっと SNS、ちょっと復活したいということ、その辺に関しての、まあ動画になる。って思います。まあもうだいぶ前にね、やめてるのかな。もうツイッターもなくなってたし、あとは何、YouTube チャンネルか。それもなくなってましたよね。何でしたっけ、ソライズスタディチャンネルみたいな、なんかそんな名前じゃなかったでしたっけ。はい。それも、なくなってて、で、なんつってたんだっけな、友達がね、編集やってくれるんで、みたいなことを言って、確か始めてたんだよね。大阪行って。で、大学側に辞めろみたいなこと言われたみたいなこと言ってて、で、あ、休学するから SNS 活動が復活できるようになるのかな。まあ、どちらにせよ、まあ、俳優としてはね、やって、てるんで、だからもう絶対 SNS 活動をした方がいいわけで、だから一部の人はもうやってること知ってるとは思うんですよ。だからもう出てるから実際に。まあうちのチャンネル見る人はわざわざね、陽キャ的イベントに見に行かないので、そうね、ああいう何ですか、舞台とか見に行くような人たちじゃないんで、多分まあね、見てないと思うんですよ。で、そのオンラインイベントのね、チケットとかも絶対買わないじゃないですか、普通に考えてね。そう、オンラインので買えばさ、チケット買えば見れるんだけど、そう、まあもちろんいますよ。一部の人はそこ見に行ったっていうことをね、言ってくれる視聴者の方もいるんで、そうです。全員がね、陰キャではありませんので、見てる人はね。だからそれはあるんですけど、まあやっぱほとんどの人はね、わざわざ藤川さんをね、見に行ってはくれないので、舞台見に行ったりとか、で、そのね、オンラインで見れるチケット買ったりとかしてくれないんで、だからやっぱりちゃんとこうね、発信していかないといけないと、このね、うちのチャンネルだけじゃなくてね、いろんな人に知ってもらわなきゃ、その俳優活動としてはダメなんで、っていうのもあるので、いや、まだ言っちゃいけないけどね、出ますよ。彼の言ってることは本当だったら、はい。有名なものに出たりすることも、どうなんだろうね。その影響力で、そのね、その彼が出演するもののね、知名度を上げて、上がるか。いや、結構ね、話題になると思うんだよね。まだ情報解禁前なんで、言えないですけど、はい。こう結構すごい、ものに出たりするんですよ。だから、ね、まあまあ、それがいつから OK なのかとかは、まあ彼が来た時に聞こうと思うんですけど、一応来週東京来て撮影できるかなっていう風にはなっていますので、はい、すみませんでしたが、まあ本当はね、先週それでできればよかったんですけど、まあとりあえずその内容としては、SNS 活動を復活しますんでというお知らせでした。だから実際その、まあ学校の休学についての話だとか、まあどういった形でその、ね、復活するのかっていうのもね、聞きたいと思うんで、はい、ちょっと楽しみにしていただけたらと思います。はい、まあ緊急動画でございました。はい。まあそういう連絡が来たという動画でございました。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching。ちょっと短くてごめんなさい。